どうも、阪神情報局です。今日もタイガーソン最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが6月2日の金曜日なんですけれども、 今回の動画は、岡田監督がスタメン落ちを示した、ノイジー選手の現状について、まあ、ノイジー選手はここまで主に3番を任されてきましたが、岡田監督は打てんかったら外すだけやんかと、このようにバッサリ、そして最新の両翼プランについても言及したということで、今後考えられる両翼運用についても深掘りしていきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、今回ご紹介していくのは、岡田監督が様々言及した、ノイジー選手の現状について、タイガースは昨日、ライオンズに敗れて、久々の連敗、交流 戦最初のカードで負け越しスタートということになりましたが、岡田監督は昨日の試合振り返って、そらもう今の打線とか繋がりとかを考えたら、ずるずるいきそうな。負け方やで。ただ単の負けじゃないよな。などのぐらい、そういう危機感を持つかやろな。そら絶対に止めなあかんわけやから止めるためにはどうするかっていうことやろと。このようにコメント、もう終わった試合を取り戻すことはできませんから。我々ファンとしても切り替えて応援していくのみで、ここまでのタイガースは49試合消化して32勝16敗1分けで勝率6割6分7人。まあ確かに連敗するという形にはなりましたが、それでも貯金。 っっていてい勝率は6割6分7人3試合やったら2つ,勝つまあ、そういうペースですから、まあ、直近2年間、セ・リーグを制したスワローズの成績を見ていくと、まず2021年、73勝52敗、まあ、引き分けがね、18個、これは9回打ち切りという特別ルールもありましたが、その中で勝率は5割8分4厘、そして昨シーズン、2022年に関しては、80勝59敗4分け勝率が5割7分6厘、ちょうどどちらの年も貯金21個持っているということで、まず目指すべき貯金ラインとすれば、やはり20以上という形にはなってくるのかなと。まあただ 2021年に関しては勝ち星が一番多かったのは2位のタイガースなんですよね。スワローズが73勝に対し、タイガースは77勝ただ。勝率は5割8分、4厘と5割並分9人。やはりこのことからもわかる通り、ペナントレースで重要になってくるのは勝率です。まあ、だからこそ、今のタイガースの勝率6割6分7厘というのは素晴らしいペースですし、貯金もしっかり16個持ってるわけですから、決して焦らず、目の前の試合を一つ一つ戦っていきたいところ。ただそういった中で現状のタイガースを見ていくと打線の繋がりがちょっと心配。これは我々タイガースファン。 でも、いろんな声が上がっています。まあ、岡田監督も昨日のコメントでね。いろいろ打線については言及していましたが、その中で最も岡田監督が名前を出したのが、今現在3番を任されているノイジー選手ノイジー選手はここまで48試合に出場して196打数50安打打率が2割5分5厘2。ベース3本3。ベース1本ホームラン4本打点が23。フォアボールを11個選んで出塁率が2割9分2厘 ops が634得点圏打率2割8分6厘という数字を残しています。さあ、ということで、皆さんここまでのノイジー選手の成績についてどう考えます？ でしょうかまあ3月4月のスタートに関しては93打数24安打打率が2割5分8輪そして5月に関しては99打数26安打打率が2割6分3輪ということで、まあ、大体2割5分前後でここまで来てるという印象そして左右別の数字を見ていっても対右ピッチャーの打率が2割5分そして対左ピッチャーが2割7分5輪ということでここまで開幕して2ヶ月経って細かい期間を切り取って見ていくと多少の波はあるとそこまで数字がガタ落ちしてるという印象はないかなとただその逆に捉えていくと大爆発っていうねまあそういうタイミングもまだ 来てないのかな？ということで試合数で見ていくと大体シーズンの3分の1が終わり、これからノイジー選手がどのように状態を上げてくれるか。ノイジー選手の場合はバッティングだけではなく、あの武器の強肩でね。まあランナーを何度も刺したりと守備での貢献もありますから、今後タイガースがさらに進んでいく中で外せない選手かなというところなんですが、昨日の試合終了後、岡田監督はノイジー選手について様々言及したんです。というのも、ここまでノイジー選手は主に3番を任されてきましたが、直近6試合の数字を見ていくと2。3。打数2。安打打率が0割8分7人。そしての。 選手でよく声に上がるのが長打が少ないということ。まあ、この期間の2案でもどちらもシングルヒットですし、実際3番を任せるのはちょっとなあ。という声も上がる中で、岡田監督は今現在のノイジー選手について。いや、もう勝手に打っとるやろ。初球でもなクソボールボールばっかりや。なんぼ言うてもあかんわ。あ、そこで打線が切れてしまうから、それもう1にならんもんなとこのように厳しい。コメントまあ、特に僕が昨日のノイジー選手を見ていて、一番気になったのが8回の攻撃ですね。まあ、というのも2点差の状況で、先頭中野選手がフォアボールを選んだ。佐藤投手のボールもかなり荒れていました。し、ここはしっかり。 つないでいきたい。そういう展開だったんですが、ノイジー選手は高めのストレート初球手を出してしまって、ライトフライ。やはりあの打席でのアプローチを見ていても、ノイジー選手自身かなり焦りがあると言いますか？もうなんとか1本出したい。そういう気持ちがかなり強いのかなとで。岡田監督は続けて打ちたい。打ちたいって。でもそんなに打ってへんやんか。今まで何をそんな言うてんの。よっぽど3割30本ぐらい打ってるやつが言う言葉であって、そんなに打ってへんやんか。2割5分でちょっとぐらいのホームランでな。やっぱりやるべきことがあるやんか。それを打ちたいって考えるのはおかしいよと。とこのようにもコメント。まあこれまで何度かノイジー選手。 獲得経緯についてはご紹介してきましたが、岡田監督がノイジー選手に求めてるのは、やはりつなぎなんですよね。まあ、後ろに大山選手や佐藤選手、一発が打てる選手が控えてるからこそ、そして近本選手、中野選手の1、2番コンビは12球団最強レベルだからこそ、その間に入るノイジー選手に求めてるのは繋ぎ。まあ、ただこのノイジー選手に関しては、岡田監督も以前からね、何度もコメントしていましたが、どうしてもカッカしてしまうと思うように打つことができない、そして判定に納得することができない、まあ、そういった様々な理由もあって、昨日はね、もうライトフライの瞬間、バット を叩きつけておるというシーンもあった。まあですので岡田監督がやるべきことがあるとこのように言及したのはもうちょっと冷静になってほしい。まあそういう意味も含まれてるんじゃないかなと。そして記者の方が3番はノイジー選手しかいないという風に問うとそんなことないよ他いてるよ打てへんならいつまでも使わへんよとこのようにスタメン変更もしたしました。さあということでここまでのノイジー選手の流れそして岡田監督の最新評価についてどう考えますでしょうか。まあ打てへんかったら他使うよとこのようにスタメン変更というのもね岡田監督は語りましたがその中で交流戦まだまだ続いていきます。でやはり今後 優先戦っていく中で、まず1人キーになりそうなのが、昨日6番 dh で起用された渡辺選手かなと。渡辺選手は昨日の試合、4月14日のベイスターズ戦以来ね。まあ、今シーズン3度目のスタメン出場というのを果たしましたが、いきなりチャンスで巡ってきた。1。打席目初球捉えてしっかりタイムリーとさすがの仕事を果たしてくれましたよね。で、渡辺選手はそのタイムリーを振り返ってチャンスで回ってきたんで、バントのサインも出なかったですし、初球から甘いボールを打とうと思ってた。隙に立ちました。前のシェルドンとか大山さんもカーブが多かったんで来るだろうなと思っていました。と、このようにコメント。まあ確かに。 試合先発宮川投手手はこの渡辺選手の渡選が巡ってくるまで、結構カカーブでででウントを取っていたんですよねでそれをしっかり渡辺選手は見ていて、見事カーブを狙い撃ち、まあ、先制タイムリー打ったわけなんですが、岡田監督は昨日の渡辺選手を振り返って、ま、あ DH は初めてやから様子見でな、前川いけんやろ、他の選手の都合もあるから、でもそういうことやんか、ま、あ一番パリーゴを知っとる、この3連戦1回ぐらい渡辺で行こうと思ったよ、いやいやいい仕事してるやんかと、このようにコメント。まあ、やっぱり昨日の一振りを見ると、我々タイガースファンの期待度というのも上がりますし、まあ、最終打席のレフトフライ 結果的に凡退にはなりままししたたがいいい感じで捉えていましたよ、まあ、この渡辺選手も月別の数字を見ていくと4月が15打数3安打打率が2割となかなかね状態上,上がってきませんでしたがそれでも5月は9打数3安打打率3割3分3厘と右肩上がりでその中で迎えた昨日6月最初のゲームいきなり結果を出したということで今週末行われるマリン戦に関してはね DH を使うことができませんが来週からのイーグルスファイターズの合計6連戦は全て DH を使えるもちろん他の選手との兼ね合いもありますが岡田監督のこの評価を聞いてると dh 最有力候補として渡辺選手の名前は上がってくるんじゃないかなとで、それに加えて、渡辺選手は4月で2試合サードでスタメン出場しています。まあ、その時、佐藤選手の状態がなかなかね。上がってなかったんですが、岡田監督は今の佐藤選手について、あんなもんやろうと。まだノイジーに比べたらマシやんかと、まあ、ノイジー選手と比べてね。こういうコメントというのも出してるんで、もう少し佐藤選手は様子見が続くかなという風に考えていますが、これから渡辺選手の起用はどうなっていくのか？そして岡田監督がここまでノイジ選手について言及しているということは、我々ファンとしても気になるのが両。 ですここまでのタイガースセンター近本選手完全固定そしてノイジー選手もほぼね固定という形で戦ってきましたが打てへんならいつまでも使わへんとこのように厳しいコメントを出してるんでもしかしたら両翼構想というのも変わるかもしれないでその中で昨日代打の1打席で犠牲フライ打ったミエセス選手に関してはそら考えるよと、まあ、このように甲子園に帰っての打順ポジション変更というのも言及でさらに交流戦初すためんでいきなり2本のヒットを打った森下選手に対してはまあポジション的にはライトと DH あるけどその2つのポジション空いてるわけやから、まあ、森下もおととい 昨日なそういういのを見とってて結果出てるわまあ、やっぱり森下選手からすれば、交流戦に入って同じ外野手、前川選手が DH でね、2試合連続スタメン出場したというのは悔しい部分もあったでしょう。ただその悔しさというのを昨日の試合でしっかりぶつけたということで、森下選手の場合は守備に関してはね、そこまで大きな不安はありませんから、このようにバッティングで結果が残ってくると、スタメン出場のチャンスというのはどんどん上がってくる。そして今後、両翼争い見ていく中で、もう一人気になる存在が小野寺選手ですよ。まあ小野寺選手 も2軍でしっかり結果を残してもう一度1軍に戻ってきた、まあ、岡田監督も頑張ってる選手はあげたらなあかんと、まあ、このように語っていて、まあ、実際ね5月の10日に小野寺選手がレフトそしてこの時はライトに井上選手でしたが一度このように和製スタメンで戦ったという流れもあるんでもちろん前川選手も含めてそうですが今後日本人選手だけでオーダーが組まれる、まあ、そういう流れもあるかもしれませんということで最後になりますが今日金曜日に関してはね正直雨が心配で試合が消化できるかは分かりませんがここが一つタイガースにとって正 もズルズル行きそうな負けやでとこのように危機感を語っていますが、今シーズンのタイガース雨の後に非常に弱いんですよね。まあ、というのも雨天中止後のね。試合結果というのを見ていくと、まず4月5日のカープ戦。ここで今シーズン初めて雨天中止があって、次の日に黒星まあ、連勝が止まるという形になって、4月15日のベイスターズ戦。ここで雨天中止がありましたが、次の試合黒星。そして4月25日のジャイアンツ戦。ここもね。次の日敗れてしまって。あとは5月6日、7日のカープ戦ね。これが2試合連続で中止になって、その後試合が行われたのが5月。 10日のスワロー戦なんですがここで連敗ですので今シーズンのタイガースここまで5試合の中止がありますが不思議なほど黒星とセットになってしまってるんですよまさに水を刺されるっていうね、まあ、そういう形になっていますが今シーズンのタイガースまだ3連敗がありませんまあですのでもし本日2日の試合が流れれば6月3日のマリン戦は雨天後そして連敗後という形になるんですよねまあ今のチーム状況というのを考えていても一つ今後を占う正念場になるんじゃないかなとまずはね本日試合を消化できるというのが一番いい流れかもしれませんがちょっと気 厳しいかなっていう予想もありますんでタイガースがいかに今のチーム状態立て直すことができるかまた線がねちょっと今はなかなか点が入らない状況ではありますがそれでも中継人投げたピッチャーがみんな踏ん張ったりと明るい材料というのはありますまあシーズン長く戦っていく中でなかなか噛み合わない期間というのはありますからそれをいかに早く乗り越えるかこれが重要なんじゃないかなということで一体これからどういう戦い待ってるか注目していきたいなと思いますはいということで今回の動画では岡田監督が様々言及したノイジー選手の現状についてそして今後考えられる両翼運用についてもご 紹介されていただきました、まあ本当に今シーズン1番近本選手、中野選手の安定感というのが凄まじいですからね。その後打つ3番というのは重要になってくる中で、今後一体どういう運用を待っているか注目していきましょう。皆さんはノイジー選手の現状、そして最新の両翼プランについてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、 チャンネル登録者4万3200人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者4万4000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。まさに仕切り直しという形になりますが、次の試合が大事です。一体どのような戦い見せてくれるか注目していきましょう。ではまた。